硫黄酸化物は硫黄の酸化物の総称。1酸化用、2酸化用、3酸化用などが含まれる。化学式から硫黄 X と略称される。石油や石炭など硫黄分が含まれる化石燃料を燃焼させることにより発生する。大気汚染や酸性油などの原因の一つとなる有毒物質。また自然界においても火山ガスなどに含まれている。 無色で刺激臭があり、水に溶けやすい。硫黄酸化物は、水と反応することで、硫酸や硫酸を生じる。1960年代から1970年代には、石油や石炭を燃やす時に、排ガス処理装置をつけていなかったため、産業活動の活性化に伴い、硫黄酸化物が、大量に排出され、大気汚染の原因となった。 特に、三重県四日市市のコンビナートでは、四日市全息としても知られる、公害病が発生し、社会問題となった。現在では、大気汚染防止法によって、環境基準が定められるとともに、光触媒を用いた酸化物浄化技術や、肺炎脱流技術の進歩、脱流した経由の使用などによって、硫黄酸化物の大気中濃度は大幅に改善されている。 一方、中国で発生した硫黄酸化物が偏西風によって日本に運ばれ、大気汚染が酸性雨の原因となることが懸念されてきている。国立環境研究所の調査では、日本で観測される硫黄酸化物のうち49%が中国起源のものとされ、続いて日本21%、火山13%、朝鮮12%とされている。 ありがとうございます。